森田さんは韓国でユニクロでセーター買って2度買ったって言ったら笑われると、もうそんなの本当に。ユニクロがないしあれだと思うよ。それもあれだと思う。え、なんだ、ちょっと人気のないツアーだったんじゃない。初めての人はああいうコース、2回目の人は買い物ですよね、今ね。買い物する人いないよね。